こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はエレクトロハーモニクスのイーストリバードライブの紹介をしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。はい、詳しい方はお分かりかと思うんですけど、いわゆる TSK のオーバードライブペダルです。TSK と呼ばれるのは、一応説明しておくと、アイバニーズから出ているチューブスクリーマーというエフェクターがあるんですが、昔から出ているエフェクター、それの、インスパイア系というか、それに影響を受けたエフェクターのことを TSK と呼ばれています。で、これもその TSK のうちの一種です。まあ、デザインに緑が使われているオーバードライブっていうのは、まあ、十中八九 TSK ですよね。わざわざ TS じゃないのに、デザインに緑は使わないと思うので、まあそんな TSK です。で、これ開発にあのアナログマンが関わっているっていうことで、アナログマンといえば TSK の一番高いというか、もうハイエンドの極みみたいな、プリンスオブトーンとかキングオブトーンっていう TSK のエフェクターで有名ですけど、そのアナログマンが開発に関わったエレハモの TSK です。まあ、あの TSK の中では正統進化っていうような感じでですね、トーンのレンジが広くなって、ゲインの幅も広くなっているような印象です。では早速、つまみをいじってみたいと思います。まずゲインから、ゲイン、ドライブ0。ドライブ9時。ドライブ12時。ドライブ3時。まあこのくらいが普通の TS のドライブマックスって感じですね。そこからもう一歩歪ませられるっていう感じ。マックス。はい、こんな感じです。で、ちょっとあの TS といえばやはり中音域が持ち上がってて鼻詰まり感があるっていうような印象だと思う、印象というか方向性だと思うんですけど、それよりも、いわゆる一般的なっていうか、もともとの TS よりはその鼻詰まり感というか中音域の膨らみ感が減っているという感じですね。まあ中音域がもちろん出てはいるんですけど、まあそれよりもそこのあのローカット音が少なめっていうんですかね、下の帯域が出てるので相対的に見てあまり中音域が膨らんでるようには見えないっていうような印象です。で、高音の部分についてはこれから紹介する、トーンで結構トーンの効きがいいので、そこでかなり自分のお好みに可変させることができます。トーンが0。トーン9時。トーン12時。
トン三時。このくらいがやっぱり普通の TS、 あの本家 TS のトーンマックスかなっていう感じ。そこからもう一押しトーンがマックス。まあここはもう完全に普通の TS よりは明らかに高音が出てるっていうような感じですね。まあここまで高音が出てると単体としてはちょっと出過ぎかなっていう感じはするんですけれども、ブースターとして使う時には、トーンを上げ目で使いたいっていう時にはまあこのくらい出てもいいかなというような気がします。まあアンプの設定やそれか先につなぐ歪みのエフェクターやアンプの歪みの量の設定にもよると思うんですけど、まあブーストでトレブルブースターみたいにハイの部分を結構強調してブーストしたいなんて時はこのくらいトーンの幅、聞きの幅があると便利かなと思います。はい、それでは今日はエレクトロハーモニクスのイーストリバードライブ TSK のエフェクターのレビューでした。TSK いくつか持っているので、紹介それぞれのレビュー動画を上げた後にまとめて比較動画なんかも上げようと思っています。ちょっともうちょっと先になるかと思いますが、もしよろしければ、チャンネル登録をして、お待ちいただけると幸いです。またインスタグラム、ツイッターもやっておりますので、そちらのフォローもよろしければお願いします。以上、たくみクラフトでした。